この作品では名古屋およびその周辺の方々への偏見が随所に見受けられますが、名古屋愛あふれる本作品をご覧ください。私にとっての名古屋といえば、名古屋っぽくはないのですが、芋けんぴがおすすめです。角王山、角王山芋けんぴで検索。お疲れ様。うぅ、ヤトガメ愛が高じてついにそこまで。違います、ジン先輩、名古屋が日本三大ブスの産地と呼ばれているのを知ってますか。日本三大ブス、ありえません。ヤトガメちゃんはこんなに可愛いのに。そこでこれや、シャレオツフォトヘアスタイルコンテスト。せや、このコンテストで優勝すればブスの産地の汚名は返上できるはずです。じゃ、まずは櫛をかけてくね。バネでも入ってるの？一体どうなってるんだ、ヤトガメのあの髪型。ま、ここはうちに任しとき。おお、これでバッチリや。メガトップがいじれないとなると、こうなったら名古屋巻きにしましょう。名古屋巻き？それって名古屋を巻く。俺、エビフライとか買ってこようか。なんでですか？名古屋巻きはね、昔名古屋で流行った派手な髪型の通称なの。寝癖？みんな！ショートヘアで名古屋巻きは少し無理がありましたかね。で、なんですか？へいへい、目線お願いします。見ないでください、注目されるの慣れてないんです。よう似合っとるし、コンテストに送る写真もう舞いでええやん。私より部長の方が似合うんじゃないですか。あ、部長いいですよ部長。ほら、こっち見て。はい、目線お願いします。やめろ、あっち行けボケ。皆さん大変です、例のコンテスト入賞しました。それって誰の写真？それが猫みたいなサイドがキュートって。これいつものヤトガメじゃん。トキントキ好きの子供、なんだい？いや、俺千葉出身なんですけど、つい東京の隣って言っちゃうんですよね。先輩も愛知だと伝わらないから名古屋って言うんじゃないですか？言わないよ、三河だからね。いや、どうしてもって時は言わない。愛知は愛知たら覇気がすごい。